春菜でございます。はい、本日はですね、皆様にご報告があります。私、今度春菜スロットの新チャンネルを立ち上げます。はい、ありがとうございます。はい、まあ、よくねサブチャンネルみたいな言い方ありますけど、スロットのチャンネルも本気でいきます。サブチャンネルというよりも本気のチャンネルです。はい、スロットのチャンネルもね、引き続きこちらのパチンコのチャンネルもね、本気でいきますので、皆さんぜひそちらもですね登録していただければと思います。はい、概要欄とコメント欄にチャンネルのね URL 貼っておきますので、ぜひ登録していただけたらと思います。はい、まあ、もちろんね、スロットも本気なんですけど、まあ、パチンコの今僕ねチャンネルね勝ち方は教えるみたいな感じでやってますよ。はい、やっててもう結構ね、ありがたいことにですね、見てますよとかね、声かけてもらったりとか、近藤さんのおかげで勝てるようになりましたと。はい、嘘じゃないですよ、嘘じゃないですよ、本当にね、ちょっとずつですけどね、はい、言ってもらえるようになったんですよね。はい、そんな方がね、僕のスロットもしかして見に行って、あ、パチンコのチャンネルでも勝ってるようになったから、近藤さんの立ち回り打ち方を見てスロットも勉強しようと、そう思ってくださってる方、ご期待には応えられません。はい、すいません、私スロットは本当にめちゃくちゃ下手でございます。はい、ただね、本当ね、スロット、まあ、パチンコね、もちろんチャンネル名にもありますけど、パチンコは大好きなんですよね。はい、めちゃくちゃ好きです。はい、ただスロットもね、本当ね、好きになりたいんですよ、僕も。はい、やっぱりね、ツイッターとか見てても、スロットやってる方の方が多いですよね。はい。で、まあ、スロット結構楽しそうなね、画像とか動画が上がってくるわけですよ。はい。で、僕もね、スロットね、好きになりたい。はい。で、好きになるためには、やっぱりね、勝てれば好きになると思うんですよね。はい。僕もそうです。パチンコも、やっぱりね、勝てなかったら、その正直好きになれないですよ。そうですよね。はい。なので、スロットもね、ほんとね、好きになりたい。そのためには、やっぱり勝つしかないんですよ。はい。ただ僕、スロットの知識ね、まあ、スロットのチャンネルぜひ見ていただきたい。見てほしいんですけど、いかに下手か。はい。もう世界一センスがないって言われてます。はい。なので、皆さんお願いします。ほんとに、僕のスロットのチャンネルで、僕に、こうした方がいいと。はい。初回は、ディスクアップ。ディスクアップ打ってきました。はい。僕が、勝つためには、どう打てばいいのか。はい。どういうこと考えて、どういう勉強してとか、教えてください。本当に教えてください。はい。ちょっとパチンコチャンネルではね、まあ教える方ですけど、偉そうにもね、はい、してますけど、ちょっとスロットのチャンネルの方では、僕に勝ち方を教えてください。一応半年間は打ちましたよ。はい。で、まあ徐々には上がってるんでしょうけど、最初全く無視できなかったんですよ。はい。徐々には上がってるんですけど、やっぱりひどいもんですよ。はい。そんな感じです。ぜひ、チャンネル登録していただいて、はい。明日にはアップします。もう動画はできてますよ。動画はできてますけど、明日には、スロットのチャンネル、動画1本アップします。はい。ぜひチャンネル登録していただいて、いろいろ教えていただければと思っております。はい。パチンコのチャンネルもね、引き続き投稿頑張っていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお知らせでございました。近藤春菜でございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。